イリーナ・シュトルクは、エストニア出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、タービラントなど。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスエストニア代表。エストニアフィギュアスケート選手権優勝5回。1998年からスケートを始める。長く、アイスダンスカップルを組むタービラントとは2008年に一旦解散したが、 一シーズンをいた2009年に再結成した。コーチのレアラントはタービーラントの母で、レアの子、タービーの兄にはアイスダンス選手のクリスティアン・ラントがいる。2009から2010シーズン、シュトルク、タービー組はエストニア選手権に優勝したが、実質的にはケイトリン、マロリー、クリスティアン・ラント組に次ぐエストニア2番手カップルであり、 バンクーバーオリンピックへのエストニア選手の出場権も、ネーベルホルンハイでのマロリー、クリスティアン組の成績により獲得していた。しかしマローリーは、エストニア代表としてのオリンピック出場に必要な、エストニア国籍を持たず、入手の条件である、アメリカ国籍の放棄を拒んだため、オリンピックには、シュトルク、タービー組が出場することとなった。2010から2011シーズン、 欧州選手権に初出場し21位。世界ジュニア選手権は前年の28位から大きく順位を上げ、10位に入った。2011から2012シーズン、地元開催のジュニアグランプリシリーズのタリンハイでは、シリーズ参戦後シーズン目にして、初のメダルを獲得した。2012から2013シーズンより、シニアクラスに移行。ニースハイでは、 銅メダルを獲得した。2013から2014シーズンの世界選手権では初めて FD に進出し19位だった。2014から2015シーズンのエストニア選手権では5度目の優勝を果たし、歴代2位タイの記録となった。2015年12月13日、エストニア選手権にて引退セレモニーが開かれた。 女子シングルの表彰式の前にタイムトゥセイグッバイを披露し、現役生活に別れを告げた。ありがとうございます。